お父さん、朝から何してるの？はぁ、うさぎちゃん。いや、なんでもないのだ。ちょっと洗濯なのだ。洗濯？お風呂場で手洗い？なんか臭いな。ああ、お父さん、うんこ漏らしたんじゃない？それでパンツを洗ってるんでしょう。いや、まあ、ちょっと。あはは、はは。お父さんも年だからね、なのだ。くっさ、最悪。うんこ漏らすとかありえないし。じゃあお布団とかも汚れてるんじゃないの？まあ、これから順番に自分で洗うから大丈夫なのだ。これから洗うって、仕事はどうするの？今日は休もうと思うのだ。何言ってるのよ。働かなきゃ。お金もらえないじゃん。お父さん、時間給なんだから。もう会社員じゃないの。わかってる？でも、洗わないといけないのだ。そんなの帰ってきてから洗えばいいじゃん。あったま悪い。それにね、お父さんに家にいられると、私が落ち着かないの。さっさと出て行ってよ。うさぎちゃん。わかったのだ。行ってくるのだ。まったく、うんこは漏らすし。仕事はサボろうとするし、最低、最悪、自分が嫌われていることを自覚してよね。娘はもうすぐ45歳になるのだ。働く様子も、結婚する様子もなく、一日中家にいるのだ。多分、心の病気なのだ。僕が動けなくなったら、あの子はどうなってしまうのだろう。しかもそれは、そう遠い未来の話ではなさそうなのだ。年老いた僕の体は、あちこちに不調が出ており、排泄も失敗するようになってきているのだ。もう、限界なのだ。